はい、こんにちは、トミルです。今日は、カッシュボルトの講座をしていきます。カッシュボルトっていうのは以前動画に出した、モンキーボルトとダッシュボルトを配合させたというか混ぜたような動きで、まあ実際にやってみるとこのように、まあ、入るときはモンキーボルトと一緒で最後抜けるときはダッシュボルトというイメージをしてもらうと分かりやすいと思います。やり方としては、まあ、モンキーボルトとダッシュボルトを覚えたら、まあ、すぐにできると思うんですけど、まあ、カッシュボルトの特徴として、障害物を2回タッチするっていうのを、やります。で、まあ、コツとしては一度タッチしたしたら一回ポンって押して体を浮かしてあげて、その間に足を通す、でそのまま抜けるっていう風にしてみてください。では最後にもう一度やります。はい、以上カッシュボルト講座でした。